はいどうも皆さんこんにちは、大里ちゃんです。今日もバウンティラッシュ楽しくやっていきましょうということで、早速なんですけども、本日使っていくキャラがこちらのユメルフィーを使っていこうかなと思います。でユメルフィーに関しては、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、まあ、あの一撃性の火力がえぐいんです。とにかくこの人ね、火力が上がっちゃえば何でもかんでもキングコングガンでワンパンしまくる、もうワンパン製造機みたいな感じなので、まあ、エース&ヤマトに対しても、まあ、強くいけるかなと。まあ、別にそんな、めちゃめちゃ強くいけるって言ったら、まあ、それは語弊になってしまうんですけども。ただ、向こうはね、状態異常が効くんで、振動入れて、気絶入れて、ガトリング打って、ワンパンして、みたいな。そんな感じでね、今日は、ユメルフィーさんを使って、エース&ヤマトさんをね、バシバシ縛いていこうかなと、思います。じゃあね、早速、このままリーグの方に潜っていきましょう。それでは、リーグの方に、レッツゴー。はい、攻めよろしくお願いしますということでね、あのユメルフィさん使っていくんですけども、ちょっと君じゃないな、あのね、ヤマト違いやな。ちょっと待ってな、めんどくさいんだなこれな。ちょっと待ってね、うまい、ちょっと待って、オッケー、無敵使った。本物来るかな、オッケー来たね。ちょっと今のは回避なかったんでしゃーない。お兄ちゃんに変わった、オッケーやろうぜ。握る？マジで？それはもうありがとうございますなんだけど。それは舐めすぎ。で、ここ一旦取っといて、んで、人獣さんがなんかしてくるかな、ちょ、怖えな、取り際とか、取り際、なんも来なかった。なんも来なかった。で、リスポンが気泥ね。オッケー。ビスタの兄貴、ちょっと被んないでほしいな。ちょっと俺ここ一人で大丈夫なんで、ちょっと違う旗取りに行ってほしいな。で、ここ一旦ジャストの、ちょっとね、間を置いてからのキングコングガンで、これワンパンですね。はいはい、オッケー。はい。で、まあ、ニカからはちょっときついよね、ビスタもね。ちょっと待ってな。じゃあ一旦回避使わせるから、これでどう？回避使った！よし！行ってこい！ね、ちょっとこっちがな、リスポン二人か、ちょっときついんで、一旦ちょっと無敵がある状態に戻したいんで、一旦しぼんどいて、で、ちょっと待ってな、ここ3対1の構図まずい。うわぁ、ちょっと待って、これ、うわぁ、危ない、ライカブラ来ると思ってた。いやぁ、きつい、怖すぎる。ちょっと、家の陰に隠れよう。危ない。で、ちょっと待ってね、タイミングいいところでガトリングを、ここで撃っとく。で、ここで家山しばいていく。オッケー。で、ちょっと待ってな。一旦もう一回無敵がある状態にして、タイミングいいとこ、ここやな。オッケー。で、ここでキングコングでワンパンしておいて、オッケー。で、ぐらぐらしてるよね。ということは、これでキッドさんもワンパンよね。オッケー。はぁ、これが魅力だよね。ユメルフィーのね。強いでしょ、みんな。みんなも使いたくなったでしょ、これ。ちょっと待ってな。キングさんが来る。ジャスト入る。で、ちょっとキングさんは俺が見ようかな。ビス行く？マジ？ちょっと、旗取ってきてもらいたいんだよね、正直。ちょっと待って、レイジーさん、じゃあ俺見る。回避したら、あなたの命はもう終わりです。はい、ありがとうございました。もうね、完璧に火力は上がりきっちゃってるんで、もう任せろって感じなんだけど、裏大丈夫かな。ちょっと頑張ってもらおう、あそこはね。なので、リスポンがキッド来るでしょ？でも、キッドはもう俺これ見るしかないんで、もう後の旗はもうなんとかしてもらいたいよね、正直なところね。で、これジャスト、あ、入れなかった、ごめんちゃい。これ一旦、ハゲ、オッケー、オッケー、ハゲって、ちょ、悪口言ったみたいになるけど、違うよ。旗、ありがとう、シャンクス。こっちとあっち行ってて、お願いします。で、これ、なんやねん、お前。いきなり現れんなって、ビビる。ちょっと心霊。びっくりした。そこ取れないかな、ちょっと、ガトリング打つけど。いやー、無理かなー、無理やんなー、多分。そっかー。いやー、まあ、でも、ルフィは、頑張ってたと、思います。はい、じゃあ次の試合に行きましょう。ありがとうございました。はい、ということでね、気を取り直して2試合目行きましょうということなんですけども、まあ、どんなにね、キルを重ねたとしても、結局ね、試合に勝たなきゃ意味ないんで、まあ、ちょっとね、さっきの試合ね、全体的にカバーがちょっと僕、いけなかったんで、まあ、そこちょっと反省点ですね。で、ちょっとまずは一旦、危ない！ちょっと一旦火力を上げさせてもらおう、これで。で、まあいいけど。ちょっと気持ちよくなりたかったっていうね。はい、オッケー、通常。3発目つけるの？精神に弱いな、ユメルフィー。ちょっと待ってな。一旦ちょっと裏のキャラは、荒牧ちゃんか。まあ、あれはもう任せよう、裏にね。でもこれはもう相手が回避をした瞬間に僕がぶち込むんで、あとは相手が回避をするのを待つだけ。おし、で今回避してたから、ここでぶち込むと。オッケー！はい、荒牧ちゃんも巻き込み。完璧なキングコングガンやね、今のはね。さあ、ここからどうするか。
ロニカね、まだバージョンラング使ってないんで、ちょっと固まるのは良くない。いや、ちょ、危ない。危ない。これ届かないよな。オッケー。で、一旦しぼんどいて、キングコングガンをここでぶち込む。いけ!いやー、いけない。ちょっと待って、まあ、一体は落としたか。これちょっとスキルないんで、通常で押し切るしかない。ライカブラ狙ってる。で、ちょっと危ない。危ねえ。危ねえ。で、あの、二人の人でが、なんとか多分やってくれると思うから、カイドウさんを、ちょっと一丁打ちさせておきたいよね。はいはいはい。で、ブースト来た。あ、シハタ大丈夫か、それ。あ、ダイナガンね。オッケー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 。で、ちょっと待って、俺見るね。うんで、回避をしたら、通常で、ちょっと、短い通常が。で、まあ、回避したらもう、それはもうアウトなんで、無敵使ってるの見たんだよ、さっきね。オッケー。で、これキルしといて、で、どうすっかな、おでんか。まあ、握ったとしてもガトリングがあるんで、これは大丈夫。はい、オッケーね。で、これでおでん勝った。で、あとはもうね、裏だな。裏をもう警戒するだけ。もうあそこはだってさ、ここはな、どこ行くの?大丈夫?それ取れるの?別に逃げらなくていいじゃん、絶対に。絶対逃げなくていいやんね。全然ここにいてほしいんだけど、ゼファー!おー、ゼファー、ここや、ここ。おー、どこ行くね、本当に。マジで勘弁してくれ、それだけは。ディフェンダーだからあなた、握ったところでしょうがないよね。これはね、傷つ入ると思うんだ。んで、これいけるね。はい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 。本当に、そこにいて、マジでそこにいて。いや、待って。うわー、やばいかも、ちょ、これ。いや、無理やなー。そう、だから色って言うたやんか、お前自身に。はぁ、終わったー。これはね、ちょっともう勝ち筋が、ないぞ、なかなか。でも結構ザクトレ状態になってるんで、正直、このカイドウさん止めて、僕がシーハタ取って、マジ?俺カイドウ見んの?荒巻帰ってきてくれ。俺ちょっと無理やって、本当に。真ん中と、で、向こうの二陣が取れるんだったら、この上三つでいいよ。もうこの上三つだけ守れば勝てるから、正直。なぁ、取れなかったか。あー、じゃあもう勝ち筋ないや。ごめんなさい。いやー、まあ、夢ルフィは正直頑張ってたと思います。はい、次の試合行きましょう。夢ルフィはね、火力はバグってるよね。火力がバグってるってことは、まあもう証明されたよね。あとはもう試合に勝つことができればもう完璧なんだけど、シャンクス絶対狙ってんだ。俺のこと絶対間違いなく。ちょっと待ってなぁ。どうすっかなぁ。やっぱり、そうだよね。タゲ取って、強襲で飛んできたよね、絶対ね。ちょっと待って。まあ、ありがとう。それはすごくありがとうございます。とりあえず、もうこの試合は勝つことだけを頭に入れて動くね。ごめんね、もうキルはもう散々しまくってると思うから、とりあえずね、俺もさすがに勝ちたいからさ。勝つことだけを頭に入れてなー、でけー肉。でっかすぎるな、この肉はな。ちょっとあっちの川行こうか、そしたら。ちょっと待ってなー。今ね、頑張ってくれてんだよな、キドロくんが。で、ちょっとあれ終わり際のキングコングガンでグラグラさせとく。オッケー。で、これをガン打っといて、あれはキルできるね。オッケーオッケーオッケー。で、終わり際にどうこれ。あー、だからさ、つけるんだよな、最終弾な。まあ、これはシャーなし。これはシャーなしなんで、ちょっと握れんじゃない?もうナイスナイス。オッケー。じゃあもう一回取り終わり際の無敵やろ、どうせ。オッケーオッケー。で、無敵終わり際の、無敵っすね、こっちもね。はい、オッケー。で、ブースト来るから、一旦ちょっとこっち固まりすぎなんで、あっち行こうか、じゃあ。ニカちゃん大丈夫かな?あ、いけるな、それは。オッケー。ナイス、でかい。で、ちょっと待ってな。いや、こっちやな。こっち、キドロが来てる。今はもう勝つことしか頭にないんでね。もうマップしか見てない、正直ね。で、キドロさんがあっち行く。オッケー。んじゃあ、ちょっとあっちのカバーしに行くか。ちょっと待ってな。今行く。任せろ。んで、ちょっと待ってな。あれはもう通常打って、なんとか剥がけたね。オッケー。また悪口みたいになってるけど、剥げたってそういう意味じゃないからね。これはもう、いけるんで。これはいいね。はい。で、ちょっと、ニカちゃん、ちょ、こっち溜めようか。一旦こっち溜めようかね。一緒にね。ちょっと減っちゃったからね。ここ溜めようね。一緒に。オッケー。で、1.5 ここ溜めてもろって。で、ハック。ハック強いよな。で、ごめん。ちょっとこれ傷ついちゃった。これ、やーはーいてオッケー。ナイス。ナイス、雷。ナイス。ナイスコンビネーション。じゃあもうここはニカちゃんに任せて 1.5 問溜まってると思うんで、俺が見るのはもうこっち。でもう1個旗はもう上げちゃっていいよ。大丈夫。
大丈夫よ。で、ここからキングコングがバチコーン行く。はいはいはい。で、これ当たりましぇん。はい、いいよいいよ。いいよ。で、ブースト来てるでしょ。もうこれガトリング打っちゃう。うん。絶対耐えられる。無敵撃たれても耐えられる。で、ここからのワンパンやね。オーケー。はい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 。まあ、回復不能は本当に鬱陶しいけど、ちょっと待ってな。一旦これシューンしといて。で、ロックね。あー、間に合わなかったー。いや、でも大丈夫大丈夫大丈夫。これもうね、火力バチ上がってるんで、もう通常一発5000だったよ。で、向こうも大丈夫やろ。で、あ、ナイスビスタさん。ありがとう。いや、やっと勝ったね。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございました。